2004年のロードレース世界選手権2004年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第56回大会である。2003年のシーズン終了後、バレンティーノ・ロッシは HRC との契約を延長しないことを決断し、HRC は契約が切れる2003年12月31日まではロッシ型メーカーのマシンに乗ることを認めないと通達した。 テスト不足に加えて、もう10年以上、ヤマハのマシンに乗るライダーが、チャンピオンになっていないということもあり、ロッシのヤマハへの移籍は大きな賭けだと見るものが、多かった。しかしシーズンが開幕するとロッシは、ビアッジとの大バトルの末に開幕戦を制し、その強さは、シーズン終盤まで衰えることなく、グランプリの最高峰クラスで異なるメーカーのマシンでの、 連続チャンピオンというエディローソン以来の偉業を成し遂げた。2003年のホンダ、2004年のヤマハという異なるマシンでの連続タイトルはロッシの速さはマシンのおかげではないのかという一部の疑念を実力で一周したのである。この年、ロッシの手強いライバルとなったのは セッテジベルナウであったが、シーズン終盤まで、好調差を維持することができず、最後までタイトルを争うことはできなかった。比較的仲の良いロッシュとジベルナウであったが、カタール GP では、ロッシュのペナルティをめぐって確実が生まれてしまった。第4戦イタリア GP では、幸運のため17周で、レースが中断され、中断された時点での順位を、 スターティンググリッドとした残り周回数の第2レースを行い、第2レースの結果のみで最終順位を決定するという前年からのルールが適用された。これによりわずか6周の超スプリントレースが行われ、再開時点ではすでに天候も回復していたため、ほとんどのマシンがスリックタイヤを装着していたことも手伝って、非常に激しいバトルが繰り広げられた。 翌2005年には再びルールが改正され、モートジッピーでは雨によるレース中断はされないというルールになった。2004年のルーキー・オブ・ザ・イヤーはルーベン・チャウスが受賞した。ブラジル GP では、ホンダの玉田誠が初勝利を飾ったが、玉田のこの勝利は、ブリヂストン・タイヤにとっても、モートジッピー初勝利であった。250cc クラスでは7勝を挙げて、表彰台13回と、 安定して、好成績を残したダニペドロサが、シーズン後半に調子を上げてきた、セバスチャンポルトを振り切り、250cc クラスデビューイヤーにタイトルを獲得した。前年の 125cc クラスタイトルに続く、2クラスにまたがる2年連続のタイトル獲得でもあった。125cc クラスは、前年に続いて誰も連勝できないという乱戦が続いていたが、 そんな中でも5勝を挙げたアンドレアドビツヨーゾが大差でタイトルを獲得した。上位15名のライダーにポイントが与えられる。ポイントの授与はレースを完走することが条件となる。モートジッピークラス 250cc クラス 250cc クラスワイルドカードライダーの成績 125cc ク,125ク,125クラスワイルドカードライダーの成績モートジッピー クラスマニファクチャラーズランキング 250cc クラスマニファクチャラーズランキング 125cc クラスマニファクチャラーズランキングありがとうございます。